KCN の格安スマホ K モバを使ってスマートフォンの 1,2,3 をレクチャーする番組 K モバレッスン 1,2,3。 今回は番外編としてスマホと組み合わせることでテレビの世界が広がるセットトップボックスケーブルプラス STB2 の使い方を6回にわたってご紹介します。テレビをスマホで操作したり、録画した番組をスマホにダウンロードして持ち出したり、テレビをもっと自由に楽しむ、ズバリ見ているだけではもったいない、さまざまな機能を使い倒しましょう。それでは K モバレッスン番外編スタート。皆さんこんにちは。この番組ではケーブルテレビのセットトップボックスケーブルプラス STB2 の操作を一つ一つ丁寧にご説明します。リモコンに話しかけるだけの簡単操作や、インターネットやスマートフォンと連携することでテレビライフを快適にする便利な機能を存分にお楽しみください。今回の K モバレッスンはケーブルプラス STB2 で番組表を活用する方法や録画方法をご案内します。番組表を表示させることで、これから放送される番組を確認したり録画予約したりすることができます。まずは番組表を表示してみましょう。リモコンの十字キーの上にある番組表を押します。すると番組表が表示されました。画面の上部左側には表示されている番組表の日付と曜日、右側には接続している録画機器の空き時間と現在時刻があります。そして放送局の名前とチャンネル番号が表示されています。現在は地デジの番組表が表示されています。他の放送へと切り替える場合は BS、4K、CATV ボタンを押すとそれぞれの番組表に切り替わります。番組表で操作を行うときには画面下に注目しましょう。画面の下には番組表の操作ガイドが表示されています。青ボタン日付選択は番組表の日付を変更するときに使います。押すとカレンダーが表示されます。十字キーで日付を選択して決定ボタンを押すと番組表の日付が変わります。1日単位で日付を変更したい場合は前ボタンで前日、次ボタンで翌日に切り替えることもできます。次に赤ボタン、簡単予約は番組表から録画予約する際に使います。緑ボタン、チャンネル一覧はすべてのチャンネルが表示されます。一度押してみましょう。画面を戻す場合は戻るボタンを押しましょう。黄色ボタン、1チャンネル番組表は選択しているチャンネルだけの番組表が表示されます。こちらも押してみましょう。選択したチャンネルだけ数日分表示されています。実はこの時黄色ボタンがマイチャンネル番組表に変わっているんです。押してみましょう。マイチャンネルに登録したチャンネルのみの番組表が表示されます。そして黄色ボタン、今度は全チャンネル番組表に変わっています。押してください。
すると最初と同じ番組表に戻ります。黄色ボタンは押すごとに1チャンネル番組表、マイチャンネル番組表、全チャンネル番組表に切り替わります。次は番組表から今すぐ番組を見る方法です。番組表で黄色の枠が表示されています。現在選択している番組です。今すぐ視聴する場合は一番上の現在放送中の中から見たい番組を十字キーを使って選択し、決定ボタンを押します。番組の詳細が表示されます。選曲が選択されていますので、そのまま決定ボタンを押します。番組が全画面で表示され、選曲することができました。続いては録画などの予約をする方法です。今回は翌日の番組を予約してみましょう。リモコンの次ボタンで翌日に変更します。今回は KCN ファミリーチャンネルの K モバレッスン 1,2,3 を予約してみましょう。番組表から予約したい番組を十字キーを使って選択し、決定ボタンを押します。番組の詳細が表示され、簡単予約、録画予約、視聴予約が選べるようになっています。現在放送中の番組ではないため、選曲は出てきません。簡単予約はあらかじめ録画先に指定したハードディスクに録画されます。録画予約は簡単予約よりも条件を追加して録画予約を行うことができます。視聴予約は見るための予約です。他のチャンネルが表示されている場合や電源を切っている場合でも、時間が来ると電源が入り、予約した番組が表示されます。視聴予約では録画はされません。では簡単予約をしてみましょう。簡単予約を選択し、決定ボタンを押します。番組の録画予約ができました。録画予約されている場合は赤い丸のマークが表示されます。もし録画予約を取り消す場合は、録画予約変更取り消しを選択して決定ボタンを押します。さらに録画予約を取り消しを選択して決定ボタンを押します。確認画面が表示されますので、はいを選択して決定ボタンを押してください。録画予約を取り消すことができました。今度は録画予約をしてみましょう。簡単予約よりも条件を追加することができます。録画予約を選択し、決定ボタンを押します。録画に関する設定画面が表示されます。各項目について見ておきましょう。十字キーの上下ボタンで各項目を移動できます。録画機器については通常はこのままで OK です。繰り返し録画はドラマや帯番組などを繰り返して録画したい場合に設定します。今回は毎週月曜日から
土曜日を選択します。時間指定と録画時間は番組の一部分だけ録画したい場合などに設定します。通常はこのままで OK です。録画モード、画質についても通常はこのままで OK です。持ち出し番組は録画した番組をスマホやタブレットにダウンロードして見ることができる機能です。この内容で録画予約を選択し、決定ボタンを押します。繰り返し番組指定予約を選んだ場合、確認画面が表示されます。確認の上、はいを選びましょう。録画予約ができました。繰り返し番組指定録画予約がされている場合は、矢印のマークが表示されます。それでは先ほど行った録画予約を確認してみましょう。番組表を表示しているときはサブメニューボタンを押します。サブメニューボタンは十字キーの右下です。表示されたメニューの中から予約番組一覧を選択し、決定ボタンを押します。予約した番組がすべての日付か日付別で確認できます。すべての日付を選択して決定ボタンを押すと、すべての録画予約が表示されます。それでは番組表ボタンを押して番組表での表示を確認してみましょう。次ボタンを押して翌日の番組表を表示させます。先ほど予約した番組を見てください。録画予約した番組には赤い丸のマークまたは矢印のマークが表示されます。録画予約一覧はテレビメニューからも確認することができます。リモコンのスタートボタンを押します。テレビメニューの上部左から2番目の予約番組一覧を選び、決定ボタンを押します。予約番組一覧が表示されました。ケーブルプラス STV2 には 4K トリプルチューナーが内蔵されているため、 4K 放送を見ながらでも2つの 4K 放送を同時に録画することができます。番組表ボタンを押して番組表を表示します。 4K ボタンを押します。赤い丸のマークが2つ表示されています。現在 4K 放送を2番組同時録画できていることが分かります。そして別の 4K 番組を選択し、決定ボタンを押します。選曲を選びます。すると番組が全画面で表示されます。見たい番組が重なってもダブル録画できて安心です。
続いては録画した番組を再生してみましょう。リモコンの録画一覧ボタンを押してください。ハードディスクを選択して決定ボタンを押します。 HDD で始まる名称がハードディスクです。この操作は忘れやすいので必ず決定ボタンを押しましょう。上下ボタンを使って見たい番組を選び、決定ボタンを押します。この時、初めて見る番組は最初から再生されます。一度見た番組は、続きから再生しますか?と表示されます。このような表示です。ご希望に合わせて、はい、または最初から見るを選択します。今回は、はいを押してください。すると、前回の続きから再生されました。再生中にできる操作をご案内します。リモコンの下の方にあるボタンを使います。一時停止するときは、リモコンの再生、一時停止ボタンを押してください。一時停止中に同じボタンを押すと再生されます。この操作は決定ボタンでもできます。停止、早送り、早戻しをするときは、それぞれに対応したボタンを押します。スキップ再生は、前ボタンまたは次ボタンを押します。30秒送りボタンは、約30秒飛ばして再生します。録画した番組を消去してみましょう。録画一覧ボタンを押します。ハードディスクを選択し決定ボタンを押します。消去したい番組を選択し黄色ボタンを押します。確認画面が表示されますので、はいを選択して決定ボタンを押します。番組が消去されました。複数の番組をまとめて消去する場合は、録画一覧の画面からサブメニューボタンを押します。録画番組一括操作を選び、決定ボタンを押します。複数消去を選び、決定ボタンを押します。十字キーを使って選択し、決定ボタンを押してチェックを入れます。右ボタンを押して決定を選択し、決定ボタンを押します。確認画面が表示されますので、はいを選択し、決定ボタンを押します。複数の番組が消去されました。
現在視聴中の番組を録画してみましょう。リモコンの下の方に録画ボタンがあります。今見ている番組を録画する場合は録画ボタンを押します。すると確認画面が表示されます。番組終了までか最大3時間までかを選択することができます。最大3時間までを選ぶと録画をスタートしてから3時間つまり180分間録画します。変更するときは十字ボタンで選択し決定ボタンを押してください。選択の色が薄いのでよく見てください。そしてはいを選択して決定ボタンを押します。録画が開始されると本体の録画ランプが赤色に点灯します。録画先は簡単予約と同じでケーブルプラス STB2 に接続中のハードディスクです。録画を停止する場合は録画ボタンの上にある停止ボタンを押します。すると確認画面が表示されますので左を押してはいを選択し決定ボタンを押します。最後にワンポイントアドバイスです。ケーブルプラス STB2 の番組表はさらに見やすく設定することができます。はじめに背景色の変更を行います。番組表ボタンを押して番組表を表示します。サブメニューボタンを押します。番組表設定を選択して決定ボタンを押します。上から4番目表示色設定を選択して決定ボタンを押します。表示色1と表示色2の2種類があります。表示色1は黒の背景に白の文字で番組表が表示されます。表示色2は白の背景に黒の文字で番組表が表示されます。今回は表示色1を選んでみましょう。表示色1を選び決定ボタンを押します。そして下にある設定を有効にするを選択して決定ボタンを押します。表示色1の黒背景の番組表が表示されました。次にジャンルカラーを設定しましょう。ジャンルカラーを設定するとニュース、スポーツ、アニメなど各ジャンルを色分けして表示できるので見たい番組を探しやすくなります。表示色2の白背景が見やすいと思いますのでこちらで行いましょう。サブメニューボタンを押します。番組表設定を選択して決定ボタンを押します。上から2番目のジャンルカラー設定を選択して決定ボタンを押します。ニュース、スポーツ、アニメなど各ジャンルが表示の色で色分けされます。すべて選択する場合は画面下のすべてを選択を選び決定ボタンを押します。
戻るボタンを押して番組表の画面に戻ります。ジャンルカラーが設定できました。また番組表の文字が小さいと感じる場合、選択している枠だけ大きく表示することができます。拡大表示を設定してみましょう。サブメニューボタンを押します。番組表設定を選択して決定ボタンを押します。上から3番目、チャンネル表示設定を選択して決定ボタンを押します。選択中番組枠を拡大表示するを選び、決定ボタンを押してチェックを入れます。戻るボタンを押して番組表に戻ります。選択している枠がこのように拡大表示されました。番組表の便利な画面をご紹介します。番組表の一番上、チャンネル名を選び決定ボタンを押します。拡張チャンネルビューが表示されます。この画面はチャンネルをマイチャンネルに登録したり、この後放送される番組の一覧を見ることができます。ジャンルカラーを設定すると、こちらの番組名にもチャンネルの色分けが反映されます。本日は番組表の見方や様々な録画方法をご紹介しました。操作しやすい方法を覚えておきましょう。今回のKモバレッスンは以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。ケーブルプラス STB2 の操作についてお困りの場合は、テレビメニューの一番下にあるお問い合わせから KCN のテレビサポートまでお問い合わせください。また月額500円の KCN 安心サポートをご契約いただくと、1ヶ月に3回まで無料で訪問サポートをさせていただきます。ケーブルプラス STB2 以外のテレビ、インターネット、 KCN の格安スマホ、Kモバなどのお困りごとの解決もお手伝いしますので、ぜひご検討ください。 KCN 安心サポートについて詳しくは KCN のホームページ、またはKCN お客様センターまでお問い合わせください。今回はケーブルプラス STB2 で番組表を活用する方法についてご説明しました。次回のケーモバレッスンはケーブルプラス STB2 でAndroid TV を活用する方法についてご説明します。皆さんもぜひケーブルプラス STB2 を使いこなしてテレビをもっとお楽しみください。